いきなりちょっと座っちゃっているんですけれども、ちょっとどういう状態になっちゃってるかと思いますので、はい、ちょっとまたよろしくお願いします。これはまたすごい車で、もう何から触れていいかわからないんですけど、まあ、これまず何ていう車なんですか？この車はですね、はい、ギアジョリーっていう車ですね。ギアジョリー。はい。はい、まあ見た目、こう屋根もなくて、はい、ドアもない、オープンカーといえばオープンカーなんですけど、はい、この車はですね、オープンカーというよりもビーチカーですね。ビーチカー。ビーチカー。ビーチカー。はい。はい、ビーチカー。で、名前ギアジョリー。うん、とお伝えしましたけど、はい、フィアットが作った車ではなくて、はい、カロッツェリアギアですね。カロッツェリアギア。ギア。ギア。イタリアにはですね、はい、ちょっとこの辺が日本とちょっと違うところがあってですね、うん、カロッツェリアって呼ばれる、はい、そういう会社が昔からある。へぇ、チューニングメーカーとかそういう会社ではないですね。ですね、じゃあそれを日本語で言うと何、うん、何って言ったら板金屋さんみたいなことになるんですけ ど、はいはい、その中でもですね、大きな会社がいくつもあって、はい、そういう大きいところは、ボディのデザインとか、うん、ボディの製作、はい、そういうことまでやってた会社がものすごくたくさん、有名なところだと、はい、今でもあるのはピニーファリーナ、あー、なるほどなるほど、はい、あとフェラーリをやってるスカリエッティとか、ね、あとはもうなくなっちゃいましたけどベルトーネとか、はい、で、あとそのイタルデザインっていうのもあるんですけど、イタルデザインはカロッツェリアではなくてデザイン会社ですね、ボディの制作とか行ってないんで、はい、まあそういうところがとにかくたくさんあってですね、その中の一つのギアという会社がですね、はい、作った車になります。なるほど。はい。だからギアジョリー。ギアジョリーですね。はい。なるほど。まあ、ギアのエンブレムとかもついてますので、はい、まあ、ギアが作った車。ギア自体は、はい、今もう会社はなくてですね、フォードに、買収されて、はい、たまにフォードの車で、名前の後ろにギアってつく車もありますけど、ね、まあ、今はフォードのこう一部門になっちゃいましたね。うん、残念ながら。はい。これは、年代的には何年ぐらいの車？50年代なんで、はい、もちろんノーバです。ああ、そうなんですね。ノーバです。はい。はい、で、先ほどですね、うん、ビーチカーという、はい、お話ししたんですけど、はい、この車がもともと作られたのはですね、はい、イタリアのですね、東側の海岸、はい、沿いの町。はい、ちょうどですね、こうイタリアの国のですね、はい、こう長靴みたいな左側の上の方ですね、はい、海沿いの、うん、で、ここはイタリアを越えて上に行くとすぐフランス、はい、まあ、国境があってフランス、はい、ですぐにモナコですね。なるほど、はい、で、モナコを越えるとニース、ニース、うんうん、で、この辺りっていうのはですね、はい、当然ニースとかマルセイユからニースあたり、辺りで、コートダジュール、はい、まあ、聞いたことありますよね、はい、コートダジュール、うん、エリアのことですね。それがイタリア側に入ってくるとリビエラって、はいはい、呼ばれるエリアになるんですけど、はいはいはい、そのあたりっていうのは日本と同じで山からすぐ海っていうような、まあ、アルプスもありますしね、はい、そうですよね、うん、そういう地形のところが多くて、はい、やっぱり道も狭いですし、はい、そういう、こう、斜面に、こう、別荘がいっぱいあったりとかですね。はい、そういった、ところがほとんどなんですよ、うん。そうすると、そういうお金持ちの方は、例えばミラノとかから、はい、まあ、大きな車で別荘まで来て、はい、で、別荘からビーチまで行くのに、道も狭いし、大きい車、不便だから、なるほどなるほど、ちっちゃい車で移動できるように。はい、で、そういった時に、もう、自分の別荘とかでですね、はい、もう水着に着替えて、あ、で、水着のまま車に乗って、水着のまま、まま、あ、ですからこのシートがですね、はい、はいはい、これね、唐で編んだシート、唐でできてるんですね。そうですね。で、2種類あって、はい、これ高い方のバージョンで、はい、まあ、廉価版もあってですね、それはそんなのもあります、あります、ビニールでこう編んだですね、そうなんですか、ビーチチェアみたいな、そんなものもあって、で、それがそういう、お金持ちの方のオーダーで、はい、ギアが、
最初はまあ多分その1台ワンオフみたいな形で作られたと思うんですけど、はい、まあ、あの思いのほかあのよくできた車、はい、完成度の高い車ができたんで、あのそれを量産したっていう形、はい、である程度の数作ってますから、まだ結構残ってますね。そうなんですか。残ってますね、うん、残ってる。向こうにもしかしたらまだ、そうそう、イタリアのイベント等に行くと、はいはい、何台かはこうジョリーで、あとはジョリータイプって言って、はい、これをもとにレプリカを作ったりとかですね、そういった車も多いですし、はい、オリジナルのジョリーはどれぐらい残ってるかっていうのはね、はい、ちょっと把握ができないんですけど、はい、うん、で、これディテール見てもらうと、はい、やっぱりですね、いろいろなところがですね、はい、お金持ちのために作った車なんで、はい、しっかり作り込みが、はい、うん、とされている部分が多くてですね、はい、専用のそういうデコレーションであったりとか、はい、そういったものも数多く見受けられる車ですね。そういうところを見ると富裕層の方たちがこう手に入れても満足のいくものっていう、はい、そういうこだわりみたいなものがたくさんある車。なるほど。で、このエピラー部分、はい、こうなんかね、こう見ると、そうですよね。そのなんか屋根つけそうじゃないですか。つけそうなんですよ。うん、はい、で、屋根つきそうなんですけど、はい、実際のところ屋根はつきます。はい、けど、そうですね。はい。それはですね、雨をしのぐためのものではなくて、はい、完全な日よけですね。はあ、なるほど。ゴルフカートみたいな。本当にもうビーチの、そう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 、そうですそうです。ビーチパラソルみたいな。そんな、うん。日よけがつくだけで、なるほど、うん、基本的にはそういうその雨対策みたいなものは、はい、ない、まあ、それつけてやれば上から降ってくる雨ぐらいはしのげますけど、まあ、当然横から、だから水着で乗ってればその関係ないですよね。そういう概念じゃないでしょうね。そうです。なるほど、うん、そういう、まあ、いきさつで作られた車ですね。なるほど、うん、すごいですよね。結構見ると本当にピアト500にはないパーツというか、ものばっかりもオリジナルで、ここにもですね、こう捕まる、これ多分取っ手ですよね。そうですね、これオリジナルにはついてないですね。あ、そうなんですね、うん、まずこれの横がですね、こうチェーンなんですよね。これ走ってたらもうちょっと怖いだろうなと思っちゃう。まあそうですね、ぐらい本当に、うん、チェーンね、うん、本当にそうなくても別にこれあってもなくても、そうです、何のためなんだろう、ね、そうですよね。一応これも、4人乗りの、4人、もしくは5人乗りの車で、はいはい、で、まあ、エンジンとかもフィアート500の、同じですね、同じですね、ノ、ね、ーバですね、ノーバタイプのやつが付いてますね。あ、そうなんですね、はい、こちらの車も、実際イタリアにあった車、ね、はい、そうですね、イタリアで、はい、そんなにこの車はですね、はい、コンディションがめちゃくちゃ悪い車ではなかったんですけど、海沿いにあったのにも関わらず、海沿いにあったかどうかわからないですけどね。そうですよね。そうです、そうです。はい、なるほど。うん、です、うん、けど、当然、まあ、できるだけこう新車に近い状態までテストをして、はい、日本に、ね、はい、日本に持ってきてるっていう、はい。ギアジョリーっていうのも、色はこれ、この色って色はどうなんでしょうね。はい、これは、多分ですね、そのどんどん作って、うん、こう作り置きしておいたわけではなくて、うん、オーダーで作ってたと思うんですよ、はい、だからその純正色どうのこうのというよりもですね、うん、オーダーした人の好みでボディカラーは決まってたんじゃないかなって僕は思いますけどね。ある意味ちょっとオーダーメイドの車ですよね。そうですね、当然フィアットからギアは、はい、そのモノコック、うん、ボディパネル、うん、それを仕入れて、はい、でこういう形にカットして仮装して行っていくということは、当然塗装もゼロから全部やるわけです。どんな色でも塗れる。なるほど、うん、まあ、ちょっと分からないかもしれないですけど、値段も高かったかもしれない。もちろん高かったと思いますね。普通500に比べたら結構高い車、高い車、うん、高い車だったと思います。そういうお客様向けの車だったね。そうですね、うん、いやもうまたこれ貴重な。でもこれ意外とですね、僕的にも座ってるとだんだん馴染んでくるというか、座り心地が良くて、人によってはちょっと違うかなって思うんですけど、これね、本当は乗れたら
楽しい、天気のいい日は楽しいだろうなと。そうそう、あの今ね、あの久しぶりにここをちょっともう座りましたけど、はい、いやだからこのままこうね、ねエンジンかけてね、そのままちょっと今日もね、だんだん天気多くなってきたので、近くなっちゃいますよね。このドライブ行ったら気持ちいいですよね。ちょっとある意味ね、フィアットの楽しさもなんか詰まってるような車っていうの、はい、ちょっと今日貴重な車に座らせていただいてもらいました、うんはいはい、すいません、貴重な車座らせていただいて本当ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、ずっとですね、最後まで前開きのまま、はい、あ、前開きだったんですか。そうです、そうです、最終的にはじゃあ見えないと皆さん作られた。そうなんですか。はい、いいねとチャンネル登録お願いします。